クセルクセス一世は、アケメネスアサペルシアの王。古代ペルシア語、ハッサイアロッサハシャヤアラシャー、ペルシア語。古代ギリシア語、クサイロークサイイイタザーキシースクセルクセス。ラテン語、アハシュエロス、ヘブライ語、アハスウェローズアハシュエロス。ナクシェ、ロスタムにあるクセルクセスの墓。ダレーオス一世とアトスサの息子。クセルクセス一世の在位期間に関しては、 紀元前496年紀元前475年頃ではないかとの説もある。これはペルセポリスから出土した名文に父ダレオス一世との共同統治機関が示唆されているためである。バビロニア、エジプト地方に起きた反乱を武力鎮圧。詳細はペルシア戦争を参照紀元前480年海、陸の大軍を整えギリシア遠征を加わてる。 遠征の際、ヘレスポントス海峡に船橋をかけ、後隅先に運河を切り開いて、遠征軍を進め、アルテミシオンの海戦でギリシア海軍と戦う。この戦いは、ヘロドトスの歴史によれば、ギリシア海軍がやや優勢であったが、後日のテルモピュライの戦いで、ギリシア連合軍の陸軍が敗北したため、ギリシア海軍が自主的にサラミスへ撤退した。 同年8月、テルモピュライの戦いで、スパルタをオレオニダス一世を廃止させる。9月、アッティカ地方を遠征したが、サラミスの海戦で敗れ、帰国。翌紀元前479年8月、マルドニオスの率いる陸軍は、プラタイアの戦いで敗北。廃山海軍は、ミュカレの戦いで撃滅され、ギリシア軍の反撃に苦しむ。 ギリシア遠征で大打撃を受けたクセルクセスは帰国し、事実上、クセルクセスのギリシア遠征は失敗に終わった。その後、ペルシアは大規模なギリシア遠征を行うこともなかったが、ペルシア戦争自体は、息子のアルタクセルクセス一世がカリアスの和役を結ぶまで継続している。帰国後、有名なバンコ国の門などの大規模な建築事業や、 ユダヤ人の保護政策などを数多く言ったが、これにより国の財政がさらに圧迫され、次第に国力が衰えアケメネス朝の衰退を招くこととなる。クセルクセスはまた、聖洋上とされ、アフラマス長みの崇拝を強行しようとしたと言われる。また、アフリカを就航させたとも言われる。旧約聖書、エステル記は、インドからクシュまでの127州を滑るペルシアまた、メディアの王。 クセルクセスの時代を描いている。この王は伝統的にクセルクセス一世と考えられており、かつての和訳ではアハシュエロスとされていた。幼くして両親を失ったハダサと彼女の父代わりの親族モルデカイは共にバビロン捕囚によって故国を追われたユダヤ人である。クセルクセスは主演への召し入れを拒んだワシティに代わり、 帝国全土エリスグリの美貌を持つウエステルを新たに王妃に迎えた。このワシティは、ヘロドトスの伝える王妃、アメストリスと同一人物であるか、あるいは、一夫多妻の習慣があったものと考えられている。ある時、悪大官ハマンに土下座をしようとしないモルデカイに行き通ったハマンは、彼と同じユダヤ人を皆殺しにしようと企てた。虐殺の日を決めるため、くじが引かれた。 王もまた欺かれ、全土に直令を発した。しかしハマンは、王妃エステルが、モルデカイの育てた、少女肌さであることを知らない。新たに、エステルの儲けた主演で全てが暴かれ、王の激鈴に触れたハマンは処刑され、モルデカイが新首相に任せられ、こうして、ユダヤ人たちは守られたのである。これを記念する、プーリームの祭りは、今なおユダヤ人の習わしとなっている。 ありがとうございます。